皆さんこんにちは、アフロマスクです。本日10月14日木水曜日ですね。本日はだいたいもうこの動画が出た頃ですね、6時とかそれぐらいからこちらのエンプリオンギャラクティックじゃないんですよねまあいいや、サバイバル、まあ宇宙版リアルマインクラフトの方をやっていきたいと思います。で今ですね、ソロプレイでやってるんですが、だいぶこちらの惑星の拠点の方ですね、大きくなってきました。こんな感じです。ちょっと YouTube の動画からはだいぶ進んでいて、まあほぼここの最初に降り立った惑星ですね、こちらはほぼ制圧完了な状態です。で今回はもうこちらの星から出るためにですね、宇宙船をまた一から作って飛び立とうと思います。で一応ちょっと紹介するんですが、今回の制圧に活躍したのはこちらのポリスカラーのホバークラフトですね。ちょっと乗ってみましょうか。こちらのホバーなんですが、結構個人的にかなりお気に入りですね。こんな感じで一応パトカーをイメージしたんですけど装甲車みたいな感じですかね。一応武器はオートタレットだけです。まあ、基本攻撃はここの惑星でのいろんな敵の拠点とかの制圧は歩兵戦ですね。これから降りて戦う形ですね。基本このオートタレットは使わなかったんですが、でもこれ強いんですよね。で、ホバーがなかなかジャンプとかもできた。ああ、ダメだ。ただこう、やっぱ地面を進むんで結構ぶつかってパーツが壊れてっちゃうんですよね。へこんだりして。それが大変でしたね。あ、もう早速壊れちゃった。スポットライトが1個なくなってる。これがあるんで。おー、で、こんな感じでオートタレットは敵対するモンスターとか見つけると自動で攻撃してくれます。あんま強くないんですけどね、これ。厄介なドローンとかもこれで攻撃してくれるので、結構採掘とかしてるときに役立った形ですね。オートタレット1個あると本当楽なんですよね。だからなかなか死なないですね、やっぱり。まあ、ちょっとこれだと宇宙空間へはいけないので、宇宙船を作ってまた新しい惑星とかですね、宇宙空間にも巨大な宇宙船作れるので、それをどんどん作っていこうかなと今のところは考えてる形です。あれ、拠点どこだ。で、拠点にも一応今は2つですね。ちょっと待ってくださいね。オートタレットオフにしないと拠点内でも構わずに撃ってしまうんで、はい、こんな感じですね。この2つのでっかい銃も、これもオートタレットです。近くに敵が来ると自動で撃ってくれる形になりますね。はい、とりあえず今はこんな感じなんで、今日は本当に宇宙船を作って、でそこから宇宙へ行く形になります。新しい惑星とかですね、いろいろ移動していきましょう。はい、ということで本日この動画がアップされている頃にはもう生放送始まって、作り始めですね、いろいろと作り始めていると思うので、まあ大体12時前には今日は終わろうと思います。はい、ということで以上、アフロマスクでした。皆さんこんにちは、アフロマスクです。今回はですね、最近始めたツイッチでの生配信について説明したいと思います。はい、こちらですね、ツイッチという海外の、生配信専用サイトですね。生放送ストリーミング配信用サイトっていうのかな、日本でいうニコニコとか、あとはツイキャスかみたいな感じなんですが、ご存知の方も多いかと思うんですが、一応今アフロマスクはこちらのサイトを使って生放送ですね、実況の生放送を不定期で配信しています。一応今のところ3、4回ぐらいやったのかな。で今のところ特に問題なく見れているようなので、
今後も結構こちらのツイッチでの生配信はやっていきたいと思います。でこちらなんですが、基本的にはサイトをツイッチとこれですね、ツイッチというふうに検索してもらえればすぐ出てくるかと思います。で入れば多分このまま日本語に変換されるはずですね。でツイッチはニコニコとかツイキャスのようにチャットでもやり取りができるんですが、チャットに参加するためにはこちらの登録ですね、このツイッチのアカウントを作らなきゃいけないので、こちらの登録からここですね、ユーザー名、まあ自分の好きなユーザー名ですね、アカウント名入れて、パスワード、生年月日と E メール入れて登録してもらえれば登録ができます。この動画の説明欄にもアフロマスクのツイッチのチャンネルの URL は書いてあるんですが、一応この検索でアフロマスクと打ってもこのような形ですね、出てきます。で一応過去に配信した動画もずっとではないですが、多分1ヶ月ぐらいは見れるんじゃないのかな、ある程度すると消されてしまうんですが見ることはできます。でこちら YouTube でも編集して配信していくので、見れない方でもいずれはご覧いただけるかと思います。まあ、チャットの方もアフロマスクはプレイしながらスマホのアプリで、このツイッチのアプリですね、入れてあるので、そちらでいろいろとコメントは見れるので、まあコメントの意見とかアドバイスは結構採用というか参考にさせてもらいながらゲームを進める形になっています。そうですね。で一応 YouTube の動画の方にもツイッチが配信された時はこの YouTube の動画の左下の方かな、ここにちょこんとツイッチのマークのでマークが出て、なんかツイッチストリーミングナウみたいな形で出てくるので、それをクリックしてもこうツイッチの生配信がご覧いただけます。それで一応ツイッチ配信する際はツイッターですね、ツイッターの方でも告知するので、ぜひ皆さんツイッターの方もフォローですねしてもらえると、いろいろと情報発信はツイッターでも最近は徐々にやり始めているので、そちらでもご覧いただければと思います。はい、ということでアフロマスクからツイッチですねのお知らせでした。